サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ、燃え尽きろ。
そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていて、なぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。Take it out of time.
すまない。結局俺はオビトとこうなってしまった。だが覚悟を固めた以上、俺はオビトを撃つ。本気で行く。カムイ。うるさいやつ。分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかできない。俺のできることを、この世界を、仲間を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。まだまだ距離を取るか。目障りだ。距離を取るか。無力なやつめ。終わりだよ、オビト。この戦いはお前の勝ちでいい。だが、ブワッ、戦争の価値は譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。オビト、お前だったのか。
これを。まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、奴は今のオビトは十尾の神中力だってばよ。では俺はもう待ったはなしだ、柱が。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、サルトビ。
お。劉備の陣中力か。そして刹那のまま気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。俺はお前がこうなってしまったのは神奈美京に送り込んだわしのせいでもある。許せ、オビトよ。今さらなんだ。詫びなら不要だ。元から失敗していた。この世界はあんたがそれに気づかせてくれた。ただそれだけだ。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せだ。神よ、人は考え悩み失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、もう一度やり直しを望んだ。だが失敗は許されないのだ。この世界では。サウリ、こやつとは見えているものが違う。話は通じぬぞ。里を背負うほかげの拳がこれほど軽いものだったとは。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ、己の道を。そして再び歩むのだ。納得したよ。その程度だから失敗したのだ。醜く抗うか。あんたたちお似合いの姿だな。分身とわしら三人を相手に。こいつもう気づいているんじゃないか。この戦いが無駄なことに。くっ、じきじきが重い。忍びの神ともあろうものがこの程度で音を上げるのか。まだまだ。そうでなくてはな。もう少し力を試させてくれ。おかげともあろうものが3人集まってこの程度か。目障りこの感じ間違いない。なるほど、この体ジュービが入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、
お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりホカゲになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。消えろ薄巻きナルト。お前はなぜ現実を見ない。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。クズどもが入った。黙らせるか。なぜだろう。まるで弱者と一緒に戦っているような感じが。うっとうしい。おかえ。ナルトの背にはたくさんの思いがある。でもオビト、今のお前の背には何がある。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。邪魔をするな、マダラ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。扉も少し褒めてやりたい気分だな。どういうことだ。やつが江戸天生の術を作ったおかげでこうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならば
もうかなわなかった戦いだ。一歩先に立っている存在だった。だが今は違う。お前が俺を追う番なのさ、柱魔。現在の五影に比べ柱魔、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。現世に戻ったばかりでまだ力が完全ではないようだな。少し待ってやるか、柱。余計なお世話ぞ。俺たちはすでに死んだ存在だ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺に死んだ存在、誰がそんなことをすれば。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたのだ。今この場は俺のためにある。俺が世の中心だ。決して死んだ存在ではない。やはりお前との戦いは別格だ。さすがはまだな。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。全てをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。それをなすのはお人でも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は
己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやる。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。